沢田塾のことです。こちらの動画ではですね、塾生がなぜ簿記を勉強したのか、そして、合格したとのメリットは何なのかという話をしています。はい、では行きましょう。S さん、第108回の二所簿記3級合格者の S さんですね。S さんは女性で、当時30代前半でしたかね。で、パソコン、スクールのね、インストラクター、職業訓練のね、パソコンスクールのインストラクターをされた女性ですね。はい。で、S さんはですね、僕が出張した先のパソコンスクールのインストラクターだったんですけど、そこのね、講師をされていて、で、弥生会計のね、インストラクターの資格をね、取るために、まあ、簿記を勉強したいということで、僕の授業を受けていただきましたね。はい。で、まあ、合格しましてね。で、まあ、すんなりと、弥生会計も取りましたね。はい。で、彼女当時ね、ご結婚もされてて、で、お子さんもね、近いお子さんもいらっしゃったんですけどね、まあ、パソコン能力と、あとその簿記能力ですね、その2つがありましたからね、まあ、保育所にね、まあ、子供預けて、ね、仕事もバリバリ、されてましたね。はい。だからやっぱり、まあ、資格ね、まあ、パソコンの簿記でもね、英語でも何でもいいと思うんですけど、なんかね、役立つ資格ね、持ってればね、本当にこう、ご結婚されて、まあ、お子さんがね、いらっしゃっても、仕事ができるよっていうね、まあ、それのお見本、ね、お手本みたいな女性でしたよね。はい。で、非常にね、インストラクターもやってましたから、つまり講師もやってましたからね、だからもう話も流暢にね、できますし、人前でも喋れるし、ね、面接なんかもね、まあ、受けてもすんなりね、自分が面接してる方でしたからね、インストラクター雇うっていうね。はい。したがって、本当にね、簿記能力と、あと人当たりの良さ、経験、ね、そういったものがあれば、もうどこでもね、全国どこでも通用するという能力が証明される、そういった女性でしたよね。はい。だからね、二所簿記3級女性ね、取っていただいてね、就職活動に役立つと、ね。で、人当たりの良いっていうね、営業能力もつければね、本当にすんなりとね、どんな状況になっても就職できますからね。はい。だから頑張って二所簿記3級2級、取ってみてください。はい。では以上です。